界のミスパー。よーし、引いた。しかもチャンスね。これ多分 50% ぐらいあります。よし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 、初めて天井以外当たりましたね。これは強水が多分ですよね、多分。あれ出んだ、出んかった。うわうわうわ、スペシャルエピソードですかこれは。いいね。スロドキの歴史にまた1ページ。中間発表、はい、はい、どうですか今。いや厳しいですね。朝からパツロがアルフレの過去狩り2台渡り歩けまして、投資が今1100枚、はいはいはい、回収がゼロと、まあ、いきなり前兆スタートしてしまって、まあ、当たったんですけどちょっと据え置きっぽいなと思いまして、で据え置きだったらっていうことで隣のガールフレンドが前日めちゃめちゃこう綺麗なグラフだったんで、うん、移動しまして打った結果なんと据え置き天井と狙い通り。うーん、はいはいはい、 いいんじゃないですか。でもそれは狙い通りなんですけど、まあ、投資だけが膨らんでいく感じなんで。でもまあ前日綺麗に出たんでしょ。そうですね、まあ、それがこう設定ならばこのままって感じなんですけど、売ってる感触がちょっと弱いかなっていう感じするんで、まあ、そこら辺を考えながら。どうするんですかこの後。ちょっと一回周りを見て決めようかなとは思うんですが、まあでもそうですよね、こう設定据え置き狙いで売ってるんで。いやまあね、もう全突破ですね。いやそれしかないと思うけどね、俺は、はい、全突破ですよ。店内朝から状況を見てると、はい、ちょっと据え置きの台も目立つと。ちょこちょこありますね。うん、ということで、まあ、そのリセット変わってる機種もあれば据え置きの機種もあるということで、まあ、リセットの状況を今から、まあ、さらに1台ずつしっかり判別するということはできないんで、まあ、リセットかかってたらええなとか、まあ、据え置きやったら狙えそうかなみたいな台を狙っていくのが多分一番勝ちやすい道やと思うんで。そうですね、はい、僕、まあ、お昼行く前ぐらいに北斗の友、はいはい、が空いてたんで、はい、で、まあ、相変わらず角は強いと。そうですね、やっぱ角の台がどれも回数ついてきてるんで、うん、だから友の稼働プラス、まあ、前日9000枚ぐらい8000枚ぐらい出てるけど、まあ、それはある程度一撃やからどんだけあれかは分かりませんが、はいはい、ハマりゲーム数なんかも見てると、まあ、据え置きでもまあええかなっていうような台なんで、ちょっとそれを狙っていこうかなと。はい、現状サマイの方はどんな感じなんですか。負けてるか負けてないか際どいぐらい。あ、限りなくゼロに近いぐらいなんで、ね、限りなくゼロに近いぐらいなんで、あ、まあ、なんとか出玉取れるように。そうですね、後半戦は、はい、頑張っていきたいと思います。まあ、履歴見てるとそんなにひどい感じじゃないというか、結構コンセプトに期待できるような履歴だと思ったんですよね。で、まあ、朝一学訓チェックしてた人が、まあ、これを学訓し終わった後に僕が見たんですけど、左横の台が多分学訓したからという理由で売ってたんですよね。だからこの台据え置きなんちゃうかなと思うんですけどね。410ゲーム中段チェリー最後800ハマってるものの悪くなさそうな履歴やのにな。さあバトル行こう。ここ勝て。とりあえず初当たりとなんとね。あれ当たってる。中断チェリー一発421ゲーム。緑オーラか、頑張りどころかもしれません。さらっと当たっちゃいましたね。天井行って据え置きやーっていうことでもなく、設定触るとこ引けたわけでもなく、中段チェリー一発積もうと。おお、どっすいかか、外れて欲しかったな、できたら。
かな分ですよね多分。あれ連打出んかった。うわうわうわ、スペシャルエピソードですかこれは。いいね。さあ、あの焦点までのポイント最低10もらえると、で何パーだっけ、20パーか30パーぐらい、20ポイントなかったでしたっけ。でしたっけ。超えろ、超えへんか。はい、でここの第三停止離した時にもう一回ヤクモンが完成すればあかん。おっと下パネル消えたよ。なあこれ、あーだから多分あれっすね、エピソード行ったやつは強水化で行ってますね。で前兆中に中断チェリー引いたから多分枚数乗ったんだと思います。シャッフルで行きます。シャッフルで行ってサウザーかよ。もうついてないか。595枚。うわ、しかもユリア、さすが緑オーラ、頑張れるぞこれは。なら出てこい、なら頑張れるぞ。もっといけもっといけ。130、上等でしょ。まあユリア出たら何パー以上とかも忘れましたけど、残り3、もう3回勝つだけ、3回勝てば北斗乱舞、ここまで来たら負けられへんぞ。テイキングオンの時にかけて大体負けるんですけど、北斗姿勢必殺技やめて。もうやり返せやり返せ。もうなんかすげえ終わる気がする。復活する気しんひんな。1047。あーあーああもったいね。あとちょっとやったのにな。久々にやりたかった。まあでもそこそこ出玉出てくれたんで、まあ正直自分の勝ち負けだけを考えるとこのまま A タイプでもなんなり言ってもう勝てるんですけど、いかんせん、まあ、この機種この台のあれも気になりますね。まあ、レア役がすこぶる悪いっていうのはマイナス要素ですが、ある程度持ちメタルできたんで、あ、ごめんなさい、ちょっとだけ粘って様子見てみようかな。これも
し仮に多分来ても間に合わないですよね。いやギリギリか。うわーダメ。おーもう一回だ。しかも戦車は熱い。よしよしよし、これで S レア以上確定。これで5連とか来たらめっちゃ熱い。うわっつ、めっちゃ熱い。これは熱い。とりあえず上がろう。オーケーオーケー、いいよ。いいね、一番上がった。頼むぞ。マジかマジか。よし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 、まあ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 、4から始まったな。ちょっと熱いパターン。もう一回風吹けば熱い。ああよしよしよし、これ赤大チャンスじゃん。ここでリーロック緑なんすね。しかもチャンス目1ゲーム早い。よーし引いた。しかもチャンス目これ多分 50% ぐらいあります。よし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 、初めて天井以外当たりましたね。総投資が1350万。これボーナスだったら絶望ですから。あー燃えてない、やばい。大丈夫でしょう。よーし OK、 とりあえず LT。 さあ1350枚出そう。510ゲームですね。レア役行きたいな。やばいな。普通ですね。多分55とか60ぐらい。予想通りですね。55。55か。終わりと。56ゲーム150枚で終了です。ちょっと遅いな。追加。まあダメでもだいぶ900コイン貯まるんで。まだ行かないんですね。前日ほぼ貯まってなかったのかな。ああ行きましたね。これ全員と強気で1万コインなんで約3割で直撃、7割ぐらいがチャンスオート。まあこれは変わります絶対に。3割取ってこれれば直撃です。とりあえず上までは上がったと。まあこっちっすよね。まあただこっから当たることも全然あります。ここでレア役か。ああありえる。楽しいの
あ、当たりましたね。おそらく直撃の音を取ってて当たりか。94ゲーム。ボーナス ART だったらまだしも、これでボーナススタートですね。持ちコインでボーナスと。お、これは昇格したでしょう。ラッキー。これでARTめちゃめちゃラッキー。昇格全然しないですから。しかも何も聞いてないんですよね。いやーラッキーですね。これで、まあ、特化ゾーンはやれないんですよ。チョキゲームは50。よーし、ここで頑張って出そう。これで終了と。枚数引き継ぎ239枚終了です。終了画面もまあ通常でしたし、ちょっと売ってる感じこう設定っぽくないんで、ちょっとやめて周りに行きます。いいね。あっか、3つ上がったのか。一発で全長飛んだとは思えないから、もう一回なんか引かなあかん。よし、お前が初めて全長飛んだ。うわ、上がった可能性あるな、十分。うわ、ベル白フラ、まあ、当たってる可能性もなきにしもあらず。赤文字ヒデブ、当たってるか、もしかして。当たった。当たっていたのか当たったのかが大事なとこですね、これは。微妙なゲームっすな。中段チリで当たってたなら、これは一旦外れてほしいな。外れた。ってことは中段ジリーか。中段ジリー強水かーと引いて広角に上げ、中段ジリーで当選かな。いいね、中段ジリー枚数乗せてもらえるんでね、当たってたら。まあさすがに広角で引いた中段チリだと思うんで、さっきの中段チリが当たってると思います。当たってた。149ゲーム。白か。
星もない。90% 終わりましたね。まあ勝たれへんからこうなったら。けどまあそこそこ出てくれた。もうちょっとすんなり終わってしまうかなと思ってましたけど、193枚終わりか。ハート行ってすぐに周に帰ってきましたね。定格ではないよアピールかな。ジャグラーとか見に行きます。落ちたし。角レギュラーもそこそこ行きます。多分角でもまあ結構よしよし出てるように見えるんですけど、まあ全部が全部高設定ってわけではないと思いますとか言ってたら、184ゲーム単独ビッグ。ただまあよく打たれるからっていう理由もあるかもしれないんですが、まあベースは高いんじゃないかなと思います。だから他にも似たようなまあ豪勢があったんですけど、そっちよりはこっちの方が狙いどころになるんではなかろうかという理由でこの豪勢、まあ短時間なんで打てるのも早い段階でビッグ出てきたのは超絶嬉しい。49単独レギュラー46ゲームまで回してお時間の方がやってまいりましたので実戦終了です。出玉流します。出玉1311枚でした。まあ角にもね結構いいジャグラーあるんですよ。あーでもみんな角粘ってるし、112分の1やっぱ角近辺か。ただ全部が全部ってわけではなさそう。マイジャグラー角は行ったんですけど、7-11でガスタン123分でしょ。でレギュラーだいぶ先行してますけど、まあいい台なんじゃないかなと。なおかつ角なんでちょっとこっちの方がいいかなと思うんでちょっと移動します。この台合算は結構いいんですけど、まあ、出玉自体はプラマイゼロぐらいなんですよ。まあ、レギュラーに寄ってるからっていうのもあると思うんですけど、ちょっとブドウとかが悪いのかな、もしかしたら。当たりましたね、早い。326ゲーム移動してきて20ゲームぐらいですかね。しかもこれプレミアなんでビッグっすね。早い。単独のビッグボーナスで今日に関して言えば絆もそうだし番長もそうだしで、やっぱ稼働2ぐらいまで結構いい感じなんですよ。でさっき僕が言ってたその境目、騎士と騎士の境目の絆も僕のガールフレンド隣絆だったり見てたんですけど、まあスルーはしないし単発はないし、まあ同色も出てきてたんで、そういうところも狙い目かもしれないですね。ただその寝台っていう点に関して言えば、まあ据え置きだったりとかちょっと厳しいところもあるかなと。メリハリはだいぶありますね。ようやく232ゲームあ、ごめんなさい。232ゲームビッグボーナス。早い。5ゲームビッグボーナス。
いやーありがたい。これでおそらく来た時よりもちょっとプラスにはなったんじゃないかなと。これでビッグボーナス終了です。バッサーが118分の1まで来ましたね。1ゲーム連ですね。レギュラーかー、レギュラーかー。ビッグだったら聞けたんですけどね、ジャンバリもったいない、まあ、もったいない、まあしょうがないですよね。急にボーナス軽くなりますね。299ゲームレギュラー終了時間ギリギリですね。1分前ぐらいです。ではレギュラーボーナス終了後0ゲームで、やめまして実戦終了なのでエンディングに行きたいと思います。回収が797枚でした。はい、オキドキちょっと強いと思うよ。そうですね、やっぱでも角付近ですね。オキドキもだいぶ角付近、寝台はちょっと今日はちょっと寝台あんまりやったね。やっぱあれですね、台が多いのが強いですね。パンチョー3、オキドキとか。あ、そうやね、確かにメンチあたりがやっぱり強いですね。まあ、番長はそれなりに通常ボーナス結構絆避けちゃったんですけど、俺も行けばよかった感はだいぶありますね。まあでもしっかりと強い台はありますよ。僕がガールフレンドって時に隣だったんですけど、だいぶ良さそうですけど、めっちゃスルーもしないし本職も出てきてて、だいぶ良さそうでしたけど。絆かな、当たりは絆かな。当たりは絆っすね、おそらく。僕が見たマイジャグラーも多分結構いいんじゃないかなって感じしたんですよ。ジローさんはどうだったんですか。ん、どうだったんですか。ビッグイカってレギュラー1回引いただけやけど、あ、まあレギュラーついてきてるからこれからって感じよ ね、まあ、ね。たまにあるんですよ、こういうレギュラーめちゃついてる台だから、もしかしたら6ではなく5を使っているのかも。まあこの時間なんで分かんないですけど、まあでもジャグラーには入ってると思います。はい、というわけで一通り見終わりました。はい、あとはエンディングで、エンディングで結果発表。お疲れ様でした。お疲れ様です。まず結果発表から。はい、はい、投資450枚に対して、回収が1311枚なんで、さすがですね、900枚弱プラスです。はい、ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。僕の方が、はい、投資が1350枚、はい、回収が約800枚と。あー、でも戻したね。だいぶ最後のマイジャグラーが頑張ってくれたんで。おー、いいね。マイナス550枚ぐらいです。はい、わかりました、はい。ということで僕の方から売ってた台のまあ、総括というか、はい、あれなんですけど、まあ、朝一ラグナロクサーガからスタートして、まあ、あれに関してはリセットか据え置きかすら分かんない状態で、まあ、周りの状況も見ていこうということで、まあ、ガクチェックした後にラグナロクサーガ行くことはできないと思ったんで、まあ、とりあえずは信頼狙いからスタートしたわけなんですが、はいはい、ちょっとなんか、っていうような、まあ、初当たりにかなり設定差があるんで、まあ、そういうところ引けてないとなれば上ではないと判断し、そうですね、その後北斗とも行って、まあ、子役とかモード移行とか見てる限り上ではないと、はい、いうことでたまたま勝ちました本日は積もってはないと。いや、積もってなかったね。なるほど、結局そうですね。はい、僕の方が、パッツロガールフレンド過去狩りを2台打ち歩きまして、まあ、高設定の強気だと思ったんですけど、まあ、チャンスゾーンは青ばっかり、かつちょっと弱い部分ばっかり目立っちゃったんで、はいはいはい、早めに見切ってマイジャグラー3に移動したところ、まあ、カナが強いなと思ったんで
売却の数いったところ、まあ、結構ボーナスいってて、ブドウなんかも良かったんで、まあ、おそらく上3つじゃないかなと思うんで、まあ、悪くはなかったんじゃないかなと、まあ、最初の台で金のがちょっと遅かったぐらいで、まあ、最終的にはいい台取れたんじゃないかなと思います。 ATR ディギ行かんかったらよかったね、2人とも。そうですね、もう本当に、まあ、僕最後に出たゴージャグも、まあ、2回しかボーナスいけてないし、通常じゃんってね、数百ゲームも回してないレベルやけれども、はい、それでもやっぱまあ履歴見てる限り A タイプの角角もう鉄板。そうです、もうそれ、うん、だからまあ次来るときはもう間違いなく僕はもうあの取れ高とかもそういう細かいこととかも気にせずに、ちょっともうゴージャグの角行ったのかなと。朝からですか。朝から絆とか結構良かった。並ぶね、朝並んでゴージャグの角からスタートしちゃろうかなと。いや、絆とかも強かったよ、強かったけれども、あのピンポイントで狙えるとなれば、やっぱジャグラーシリーズが狙いやすいんじゃないかなと。でまあ確かに今言ったけど、絆とか番長3に関してはまあ狙えるんじゃないかなって、それぐらいですね、まんべんなくこう入ってる感じなんで、うん、でもしかしたら見抜けてないだけで、例えば前日どういう履歴やったから入ったとか、数日間こう設定使われてなかったから入ったとか、はい、なんかこうね、そういう細かいあれとかもあるかもしれんので、まあ今日一日で見抜くことはできなかったんですが、それでもまあ通えば見えてくるものもあるでしょうということで、はい、はい、ちょっとでも参考になればなと思いますので、はい、ぜひ皆様もこの安田前橋店さんを攻略してください、はい、ということで今回はこれにて終了、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。収録告知、次回の収録は9月5日、モロゲンさんと二郎さんが安田大山北口5号店さんを攻略します。安田ホームページも番組情報やスケジュールを確認することができるので、ぜひご覧ください。待ってます。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでも頑張り新着アプリ